はい、皆さんこんにちは、なぎさです。さあ今回もルーレットシズマチやっていきたいと思います。で、今回使うデッキなんですけど、前回とほとんど一緒ではあるんですけど、今回新たにルシファーデッキを使ってほしいっていう要望がありましたんで、それをね追加して今日はやっていきたいと思います。で、全部で5試合ねやっていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。ではね、早速いきましょうか。さあ、いきます。おっと、いきなりあれか、十字中火火炎か。オッケーオッケー。これは、十字中火火炎っていうか、十字の方の火炎ですね。これ最近全然自分十字火炎あれだったんで、使ってなかったんで、いや、これどうなるかな。ちょっと行きましょうか。十字火炎でしょ。これか。オッケーオッケー。じゃあ行きましょうか。今までずっと火炎の方は、オーラ火炎ね、使ってたんで、十字火炎ほとんど使ったことないんですよね。十字中火火炎なんで、装備と結構合わせたいんだよな。そこら辺うまく使っていけるかな。結構全体召喚が大事になってくるんですよね、この十字火炎の方は。オーラー火炎の場合は、全体中火炎が結構正義なんですけど、こっちに関しては、ちょっと雰囲気が違うんで、さあ、HP は高めのヒプノスティックとマッチングしていく。おっと、後手番引きましたが、これ初手ちょっと、バイセス出るかな。初手バイセ捨てて、あ、相手は逆に引きが強い。初手バイセ切ってからの、まあ、いつものっていうかあれかな。火炎進行いきます。でも相手はこれ、仕打ちしてきたらどうしようかな。即仕打ちのパターンで相手、火炎を回避していくっていう打ち方は全然あるんで、その場合は左下に置いてもいいかな。あ、でもそう来るか。なるほど。なるほどね。それはちょっとめんどくさいんじゃが。ルキアか。一応コンボ封印はできるけどな。まあ、するだけしとくか。できるときにコンボは封印しましょうか。やたらめったら食らいたくもないんで。さあ、これで相手のコンボスキルはお亡くなりになりましたけど、勝てるとは言ってない。まあ、とりあえずね、ヒプノスは置きますよね。そうすると、永続なんで、どうしようかな。お、リムタはとりあえず来ました。これ、どっち行く？これは D の1に置くのか、それとも D の6に置くのか迷いますけど、どっちが正解かな、マジで。わかんねえな。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう。まあ、こっちの方がなんか良さそうかな、パッと見。そんなことないかな。なんかこっちの方が良さそうに、見えたんじゃが、気のせいかな。あと、リムタとかも、コンボスキルバフなんでね、エンデカとか入れたらよかったかな。あれ、エンデカって入ってたっけ、このデッキ。やばい。ちょっと自分で何のキャラクターってか、何を入れたか覚えてねえわ。ちょっと待って。さあ、リズイーナ来てくれた。リズイーナはコンボスキル結構強いですからね。でも燃やすとなると、これどこ行く？あ、待って、これ盤面さ、ワンチャン取れるか？ワンチャンこれ盤面さ、取れそうか。いや、でもそうでもねえか。黒でしょ？ちょっと待って。いや、でもここに置いたら結構面白いかな。相手の、リフェルのコンボスキルも、イオフィエルのはコンボスキルもリフェルでカットできるんで、こんな感じで盤面取っちゃいましょうか。でも、大して燃やせてねえな。大して燃やせてないという状態なんで、さあ、相手罠ゴマ設置していく。これ、どうやって燃やすこれ。むずくない？さあ、リーズイーナ来ましたね。確かに結局むずいっちゃむずいか。燃やすってなると、2枚燃やしはできないか。むずいな、これどうする、マジで。思い切ってこういうことしてみようかな。どうですかね。相手のワナゴマ奇跡的に反応しなかったんで。で、相手、これは、D の6に詰めると、一瞬大火炎にできるんで、これでいってみましょうか。盤面詰めてくるかな、さすがにそこまではしないか。ちょっとわかんないんですけど、まあ、ここは無理には詰めていかない。OKOK。あ、でもちょっと自分が逆にあれかな。盤面厳しくなっちゃったかな。むしろそういう感じ。オッケー。外周はでも3枚か。まあ、3枚程度か。むずいっすね。右下にベルーが打っちゃっていいかな。まあ、もしかしたら無理やり取ってこられる説は全然あるんですけど。でも、そうか。これ、ベルーガとあれが。いや、どうしよっかな。これむずいな。ちょっとこうしてみよっかな。これ A の2に置けば安定なんですけど、ちょっと守護者のコンボスキルがね、怖いっすよね。いや、どこだったかな？ちょっと微妙だったかな？ちょっとなんとも言えない打ち方でしたね、これは。なんかいろいろと。
もしかしたら失敗した可能性もあるんですけど、あ、やっぱ無理やり取ってくるか。まあ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 、でこれオフィンフィンいないんで根格できないんですよね。これ一応あれなんで、あ、ここリムタを置いて外周変えるのが良かったかな、もしかしたら。うん、そうっすね、リムタの方が良かったか。っていうか、そうか、あれ自分のあれ返しちゃったんで、これ全然良くねえわ。うわー、これプレミだなー。あー、そうかそうかそうか、これちょっといまいちな手になっちゃいましたね。うん、これで外周火炎置けたら強かったもんな。あ、そうだ、先にリムターでしたね。右下 X にリムター置いての方が全然良かったな。これ結局、このベルトリンデが全然活かしきれてないんで、さすがにいまいちな手だったか、これ。あと右下に十字火炎とか置きたいですけどね。あ、でも相手が左上 X に来ちゃったら、あれか、角も打てないか。うん、そうっすよね。争う上もう十分と言われてしまった。やばい、全然燃やせてねえな、これ。さあ、ヤンドーラは来てくれましたけど、バイスの動線とか通っちゃう可能性。あ、でもそうか、自分がこれさ、微妙に隙間スイッチに変、あの、打てれるっちゃ、打てることはできるな。ここにリムタ置きましょうか。相手これ意外とこのリムタ通れないんで、さあ、こんな感じで燃え、でも火力やっぱ低いっすね。ベルトリンでマジで活躍してねえな、これ。盤面は奇跡的に取れてるんですけど、とはいえ、ちょっと自分の HP があれなんで、まだ相手全然 S5 いますからね。いやー、やっぱ十字架難しいな。ベルトリンでどう置くかによってだいぶ流れ変わりますよ。だいぶっていうか、あの、火力随分変わると思うんで。まあでも一応燃やせてはいるか。あと1万か。さあ、ミンリー来た。これは、どうする？ 6 じゃダメか？ 6 じゃ次火力足りなさそうですかね。ミンリ打つしかないか。フィニッシャーちょっとバイス使っちゃったんでね。まあ、致し方なしではあるんですけど。ちょっと6じゃさすがに飛ばなさそうか。これで火力出しつつですかね。ちょっとだけ回復して、これで燃やして。んで、相手がこれ、あいつ取っても、とりあえず火炎は一瞬入るんで、あっと、栄養ドリンク飲まれていく。回復されて、あ、でも結構燃やされます。あ、これは飛ばせるかな、バフで。オッケー、なんだったらティポン来たんで。オッケーオッケー、いや、これギリギリだったな。危ない危ない。ちょっと途中打ち方迷っちゃいましたけど、3枚返したバフかな、これでいきましょうか。よしよしよし、ちょっと苦労しましたが、なんとか10時間でも勝って、これさ、ベルトリンで意味なかったよな、ほぼ。ほぼベルトリンでリーダーの意味がなかったっすね。対戦出した。ダレルの時間かかりますね、これ。竜胆回路だいぶ違うんで。まあ、右下 X にベルーが打ったのはちょっと失敗だったかな。先にリムタ置いて取らせて、ベルーが、F の6に置いた方が圧倒的に良かったっすね。まあ、でも、あの、リムタだと取ってくるか分かんないですけどね。よし、じゃあ次行きますか。そしたら、火炎を、今使ったんで、火炎を、選択肢からなくして、じゃあ、お次行きますね。あの、2回目。おっと、フェイルノートリーダーか。オッケーオッケー。フェイルノートリーダーっていう、名前というか、デッキ名というか、あの、判断、あれではあるんですけど、使うデッキは結局、あの、蘇生デッキですね。前回も使ったんですけど、この蘇生の、あの、フェイルノート、行きましょうか。前回どうだったっけ？勝ったっけ？あ、勝ったか。耐久度マッチングして、盤面取って、ギリギリ勝てたっていう感じか。オッケーオッケー。じゃあ、行きますか、次。おっと、マフェリか。どうかな。でもこれあれか、召喚しちゃうから結構あれだよな、分は悪いっちゃ悪いですかね。これ初手さ、フェイルノートを使うか。あ、そうか、蘇生できる可能性もあるから使っちゃっていいかな。でもナリノートが世界最強に強いからな、これ初手意識でいくか。多分次にあのフェイルノートを使った方が強そうなんで。ただこれね、あのラニも蘇生はできるんですけど、いやマジかよ、もうそれだったらさ、初手にフェイルノート打ちたかったわ。ナリノートしようと思ったらナリノートできない剣について。そしたらさ、めんどくせえことやられたな。これフェイルノート取られたいんだよな、これ蘇生するんで。いや、どうしよっかな、予想外の展開になったな、これ。いや、マジでどうしよう、これとむずくなったな。いや、それだったらさ、これいこうかな。順天の槍決めまして、これ E のようにフェイルノートを打ちます。まあ、すぐ取られる説もあるんですけど、とりあえず、金魔門とかもいるんで、
まあ、相手のね F のあれとかに置いてきたキャラクターに関してはまあ防御はできるんですけど、いやでもちょっとあれだな、相手のまさかのロックに阻まれていくっていうね、まあ、フェイルノート打ちまして、さあこんな感じにしてフェイルノートを使っていく。でも罠ゴマとか打たれるとね、これコンボスキル使いづらいんで、さあ相手ここはさすがにそういう判断か。まあ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 いいでしょう、まあいいでしょうというかまあ当然でしょう。そうしましたら、倍速きた。これどこ行く？コンボスキル使っていいのかな？金魔も変置きしたいですよね。まあ、イオフィエルあたりサクッと使っときましょうか。さあ、これでさらに召喚して、次は金魔も置いてっていう感じかな。無理やりフェイルノートのコンボスキル使うっていう説もありますけどね。ブランジェッタ、召喚していく。どうしよっかな、これ。コンボスキル先に使った方が強いかな。バイスでさらにね、奇境のコンボスキルは使われちゃうんですけど、なんか先に使った方が強そうなんで、こっち行っちゃいましょうか、無理やり。合流していきます。さあ、軽く出して。まあ、次はさすがに金魔も置きたいかな。でももう金魔も置いてる暇ねえかな、これもしかして。逆に金魔も置いてる暇ないか、これ、さては。さてはその可能性ありますね。で、相手吸収していく。でもこれ面白えな。金馬もなんか変に置こうと思ったんですけど、なんかさ、無理やりっていう手あるか？ウンディーネ来た。いや、これランにさ、ここに置いて取らせて金馬も変置きかな。これでいきますよ。てか、地味にまだフェイルノート取られてないってね。さあ、毒がここで召喚されまして、どうだろう。まだ村正とかもいるしな、まだ。ちょっとわかんないですね。こっからどうなるか。マンドラぶち刺されていく。マンドラの動線はまあ閉じることはできますけど。いや、でもきついな、これ。結構攻められちゃったな。いやー、どうせやるんだったらさ、合成に行きたいよな、これ。そうっすね。どうせやるんだったら合成に行きたいんで、これで行きましょうか。さ、金魔門と、蘇生して、さあ何が来る？おっと、フェイルノート奇跡の召喚。あ、でも、あれこれ発動しないんだ。フェイルノートって、蘇生しても、いきなりはこれ召喚できないらしいですね。え、それ知らなかった、その仕様。皆さん知ってました？その仕様僕知らなかったんですけど。さあ、これは毒は耐え、切れないな。でも耐えても無理だったかな。そうですね、ダブコンありましたけど、結局蘇生なんで、耐えされました。え、皆さん今の仕様知ってました？フェイルノート実は蘇生しても召喚はすぐスキル使われないっぽいっすね。それ知らなかった。ちょっと勉強になりましたね。じゃあ次行きますか。そしたら、火炎、十字火炎と、フェイルノート使ったんで、次が、フェイルノートリーダーをなくして、で、はい。さあ何が来るか。ルシファーデッキっすね。さあ今回は、新たに、要望があった、ルシファーデッキではあるんですけど、これ行きましょうか。でも、ルシファーデッキって言っても、そこまでルシファしてないんで、こんな感じですね。まあ、なんか、マフェリーリーダーの雰囲気をちょっと醸し出してる感じなんですけど、じゃあ、ちょっとこれで行きましょうか。まあ、S ゴマとしては、本当マフェリーとか、メルベとかに、入ってるようなキャラクターですね。あ、だからちょっとトイレ行きたいんで、ちょっと一回行きます。すいません。さあ、さあ、ちょっとね、一瞬トイレ行ってきましたが、このデッキの特徴としては、まあ、ルシファーでちょっと HP 吸収して相手の、火力も抑えつつ、まあ、最終的にはね、ゴリゴリに、飛ばしてい、行くっていうデッキなんで、まあ、そんなに、なんだろう、ルシファーの宮妻を生かした、デバフ耐久とか宮妻耐久みたいな感じではないですね。まあ、いい感じに火力も出しつつっていう感じなんで、さあ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 、よろしくお願いします。おっと、なるとまさかの、火炎デッキ。これは、デバフとかあんまり関係ないかな。でも、そこまでゴリゴリのデバフじゃないんで、逆に言うと、普通の宮妻デッキよりか勝ちやすいか。ただ、こちらが、先手番で、これ初手どうしようかな。ちょ、これ、グノーパイセンいらないかな、火炎デッキは。そんなに、コンボスキル凶悪ではないんで、まあ、オフィンフィンぐらいかな。でも、オフィンフィンうまく、グノー先輩できるかわかんないんで、これどうしよっかな。さあ、相手ミンディ置いていく。まあ、ルシファーぶち込みます。早速。まあ、HP 高いんで、倒すとかは、割と、刺さりはするとは思うんですけど、まあ、仕打ちしましょうか。ルシファーどうなのかな。でも、最近のラニとかカミタンとマッチングしても、ちょっと置きバフ相手も結構強いんで、正直 24% のデバフじゃ、
微妙かもしんないですけどね。で相手その打ち方してくるか、うわーどうかな。うーん、ここは1回ロックですかね。でもアベル強いんだよな。どうしよっかな。ちょっと1回こっちでロックいきます。盤面は確かに取れるんですが、これ右上 X に十字召喚じゃなくて、十字召喚炎も強いんですけど、普通に全体中火炎、召喚炎置かれちゃうと相当やばいんで、で、相手オーラを引いていく。あー、坂強いわ。それは強いわ。いや、これはちょっときついかな。まあでも、高校の進行してしまったんで、これやるしかないか。盤面は取れるんですけど、相手の火力の方が、これ、瞬発力高い可能性があるんで、これ相当燃えちゃうんですよね。盤面取れる代わりに相手の火力バッチバチなんで。さあ、もう一丁ロックしますが、なかなか釣れないですね。まあ、英語まではあるか、とりあえず。まあ、相手これは E4 ぐらいしかいけないと。あ、でもそっちもあるか、一応。なるほど。いや、痛えわ、これ。普通に、火力高いわ。ナウラ、まあナウラも回復できるか、まあとりあえずサッカーは取りましょうか。こっからね、ちょっとそんなに盤面取れないんで。でも自分ちょっとこれ外周多すぎんな、これ。普通にベルーガでアウトか。 C 打ちね、この左下 X にね、10時間置くの結構強いですよね。まあこっちがそんなに軽くないデッキなんで、これか。まあこういうのもね、相手がバフデッキだと、C の位置にね、根角4枚返し作れちゃうんで、あんまりバフデッキ対面はこういうことしないんですけど、自分がね、こういうデッキだと全然相手してこれちゃうんで、そこがまずいんじゃよな。倒すで混覚しても微妙かな。ハイサラ強えよな、普通に。ブランジェッタとか置いてもな。まあでも火力出さないとダメか。これでいきます。ダメはその微妙になんか刺さりそうだな、これ。さあさあさあ、ちょっとブランジェットのんびり置いてる場合ではなさそうではあるんですけど、まあこれ相手はまあ D の6かな。 D の6にまあ何かしら置いて、まああとじわじわやってるだけでも勝てちゃうかな。外周3枚か。うん、外周回置かれるだけで結構きつそうですね。さあどうする。お、なるほど、そこに打ってくるか。さあブルハが刺さり気味。あー、なるほどね。なるほどね。でも盤面は、あれか、こっちの方が取ってるっちゃ取ってるか。うん、守護者でもとりあえず置いときます。これ相手打てるとこ相当少ないんで。で、相手これあれか、E の6とかに打っちゃうと、結局相手のブルハの火炎というか、X 火炎が意味ないんで。まあでもそうか、オフィンフィンは強いな。次ブランジェット発動ですからね。オフィンフィンに当てはきついかな。オフィンフィン当てはきつそうっすかね。倒す、でもそうだよな。ちょっとオフィンフィンの左は行く勇気ないか。 1,2,3,4,5,6 枚か。いや、そのまま潰されそうだな。いや、でもちょっとこれは行くしかないかな。角に打ってもなかなかきつそうですよね。全体召喚でも結構召喚されちゃってるんで。うわ、でもきついな。さすがに全体火炎1枚打たれたら終わりか、これ。全体火炎1本で終わっちゃいますかね、これ。まあですよね。それはアウトだな。対戦出した。ちょっと全然ダメでしたね。ルシファーあんまり行かさないで、きっと待ち受けしちゃったな。まあこれちょっとリベンジしたいですね。対戦出した。オッケーオッケー。じゃあ次行きましょうか。火炎使って、2つ目なんだっけ、忘れちゃいましたけど、なんか使って、で、今ルシファー使って、あ、フェイルノートか。フェイルノート使って、で、次、4戦目かな。さあ、また、ルーレットの、尺を狭めまして、残りこのデッキか。うわ、なかなか、やっぱ癖強いやつ残りますね。じゃあ行きますか。おっと、ここでチャージ竜が、登場していく。チャージ竜どうかな。前回ね、奇跡的に勝てたんですけど、まあどうかな。あれは結構運良かったっていう感じだったんで、まあ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 、チャージどれだ？チャージは、あれどれだっけ？チャージ。
チャージ流、チャージ流、あった、これか。よし、いきますね。おっと、離脱している。チャージ流な、どうですかね。何とマッチングしたら嬉しいのかな、チャージ流って。まず、同じ殴り系だと、まあ、基本的にブー悪いですもんね。かといって、のんびり系のデッキ、まあ、ヌラリヒョンが一番やりやすいっちゃやりやすいんかな。まあ、あんまり最近は多くないんですけど、あと、どう暗黒とも結構いいかもしれないですね。相手のなんか初手、鮮明次第なんで。あー、まあこれはわかんねえな。まあのんびりっちゃのんびりだけど、結局英語版の火力が高いんで。よろしくお願いします。さあ、こちら、先手番で、初手に、エルツと、アルンがいるか。うわ、エルツコンボスキル強いからな。まあでも、ちょっとエルツからスターティングしましょうか。これ、てか初手からランタン引いてるのかなりでかいんですよね、これ。やっぱ今の速攻竜含め、殴り系の竜って、初手の乱体がマジで優秀すぎるんで。さあ、でも相手も火力の高い、イリニア使っていく。まあ、サマーアルンぶち込みかな。サマーアルンも結局ね、バフかかるんで。いや、でもこれ、成り打ち結構あるな。成り打ちワンチャンあるか？まあ、でもコンボスキル強いキャラクター、E のように置かないといけないか。まあ、ちょっと設置しておきます、アルン。あ、しまったな。でもこれ、そうか、アルンを、C の2に置いて、あ、じゃあ、ガトーを C の2に置いて、アルン置いて、の方が良かったかな。うわー、あ、そっちか。ペトラ、代償の方のペトラ打ち込まれたかと思ったんですけど、後の方のペトラか。さあ、あとは耐えていけるかどうか。サマールンコンボスキルないですからね。あ、でもティポン来たか。まあ、強くはありますけど、どうするこれ。どうしよっかな。一回ガトーでぶん殴るか。まあ、バフもあるんで、ガトー行きましょうか。X 来るんすかねこれ。ちょっとわかんないですね。まあ、次はティッポンを左下 X に置きましょうかね。うん、それぐらいしか。うわー、さらにフェイルノートを打たれしまった。これ相当きついな。でも火炎で燃やせはするんですけど、いや、正直これで相当きついな。一撃で沈んで飛ばせんのかな。あ、でもフェリアは来た。うわ、これどうしようか。せっかくバフかかってるんで、これ意外とフェリアかな、これ。これ意外とフェリア説あるか。ティポーン先かフェリア先か。今 2.5 倍か。いやー、でもこれ多分フェリア先だな。あー、でもフェリアここに置いてもあれか。キックが相手左上 X で逃げられちゃうか。うわ、だったら、うん、そうっすね。これアルンのコンボスキルも結局ないんで、左上 X、 あ、でもそっち来てくれ。いや、それだったらチャンスあるぞ。でも音でけえ。まずい、次シウキで死ぬかも。いや、シウキで死ぬな、これ普通に。ちょっと待って、両毛来ましたけど、うわ、そうか。うわ、これ両毛来てるけど、でも威圧かけないとこれ周期でマジで死ぬな。いや、でもどっちにしても周期で死ぬから、これバフかけた方がいいな。 1.3 倍。これでも、これティポンの方が強い。どう思いますこれ。火炎だしな。いや、ちょっとティポンの方にするか。火炎の方が召喚してるから強いのかな。いや、でも 1.3 倍の両方の方が強いかな。いや、まずここ耐えんのか、そもそも。耐えなさそうなんですけど、そもそも。どうだ？まあ、無理か。すいません、大差出した。全然ダメでしたね。ちょっと勝てる見込みないか。まあ、でも結構 S ゴマ引いたけどな。相手の火力が高すぎたわ。大差出した。まあ、前回はね、うまく勝てましたけど。まあ、これが現実か。オッケーオッケー。ちょっと今一勝しかできてないですね。まずいな。火炎デッキでしか勝ててないですね、これ。火炎でしか現状勝ててないんで、じゃあちょっとラストいきます？あれ、次ラストっすよね。1、2、3、4、5、6なんで、そうですね、次でラストか。じゃあ行きましょうか、ラスト。さあ、最後は。おっと、春丸の紙デッキですね。これも前回使ったんですけど、ちょっとデッキの内容を変えました。なんか前回の火力寄りにした方がいいんじゃないかっていう風にしたんですけど、ちょっとむしろ防御寄りにしてみました。前回トゥールラ入れてたところに、キンマモンぶち刺して、あ、でもそれぐらいかな？そうですね、前回トゥールラ入れてたところを、キンマモンに変えたぐらいか。OK、じゃあこれでいきましょうか。一応ね、殴りデッキに、まあ、強くしてみたんで、まあ、食毒の、デバフ部分と、まあ、あとは、キンマモンのカット部分かな。で、最終的に、フレブ君で飛ばそうっていう感じのデッキなんで。まあ、あとはね、フェイルノートでアドも取りつつっていう感じかな。さあさあ、ちょっとね、最後勝ちたいですね。5000やったらね、やっぱ2勝ぐらいは最低でもしたいんで、まあ、できればね、勝ったか、勝つことに、あれはないんですけど、
勝った方がいいことはいいんですけど、あーまあ神タンか、まあ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 まだあるかな、まあ、相手のフェールの、あ、相手のあのやつと、ミューズと金麦とフェリプティ VS、こちらの、食毒、金魔紋とかなんで、これでいきましょうか。グノーはこれ結構刺さるかな。でも最速ミューズの場合は、変身されるんで、もしかしたらかわされる説あるか。これどうしよっかな。なるほど、イオフィエルか。最速春丸にしよっかな。ちょっと最速春丸やってみましょうか。最近やっぱ仕打ちばっかりなんで、こっちの、あ、じゃあ最近風車打ちばっかりなんで、こっちの仕打ちも試してみましょうか。むしろミューズ置いてきてほしいかな。いや、あ、でもそうか、X に来ると、グノー先輩刺さりづらいか。どうかな。あ、まあ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 、それだったら、マシではあるんで、若干カット入りますけど、なるほど。あれ、これ使えるのかな ?2、4、6。え、2、4、6、8か。一応使えるか。メルティシアね。イオフィエル使ってもここカット入ってるんで、まあ、サクッとイオ、こいつの使っとくか。で、X 来た時は、イオフィエル E の4に置く進行で大丈夫だったかな。ちょっと盤面、それどうなるか覚えてないんですけど、ちょっと様子見ましょうか、一旦ね。あ、でも普通に殴っていく。まあ、これはグノーパイセンの出番かな。さあ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 、ロックも来てくれた。相手あれですね、大きい金麦とかね、置けてないんで、それは ラッキーですね。OK、これで具の、保険決めまして、さあ、地味に毒も入れている。これ、永続18%って結構優秀っすよね。で、相手が2枚返ししてくるか、それとも、他の手を打ってくるか。あっと、ただ、春秋を打たれてしまった。そこさ、取れないんじゃが。いや、フェイルノート来ましたね。せえな、どうするこれ。そこの春丸どうしよう。まあこれか、金馬も置いていなすしかないか。どっち置こうかな。耐久寄りなんでね。こっち金馬もんでいいかな。これフェイルノートいつ打とっかな。ちょっとさすがにここあやめがきついんで、早めではあるんですけど、もう少しできれば半分切るか切らないかぐらいでね、打ちたかったっすけどね。エルティナグッパしていく。早えな。もう強気なプレイングですね、これ。マジで強気すぎ。さあ、フレブくん来てくれた。ここはロックとかでいなすのかな。もう一丁入りますもんね。いや、むずいな。いや、イオフィエル行くか。ちょっとここも受けて立ちましょうか。むしろ、金ももの防御があるうちに、ロック使っちゃうのは逆にもったいないんで、ここも一回受けて、受けましょうか。次フェイルノート打って、まあロック打って最終的にフレブくんかな。あ、オッケー、ここ空打ちしてくれたのでかすぎ。っていうことはエンデガくんももう引いちゃってるっていうことですかね。オッケー、意識引いていた。意識引きまして、ここはもう満を持して、フェイルノート打ちます。さあ、これで火力を出していく。オッケー、地味ですけど堅実で、相手ねこれ結構打つところもだいぶ少ないんで、さあさあさあ、でも半分はいってるか。どうだ、まだ金馬もありますし、あとロックもね、いますからね。で、相手なんか置きバフがいないのがマジで最高。ミューズ、金麦ね、置かれてるだけでもね、フェリプティ引かれちゃうと相当、一気に軽く上がるんで。さて、ここでどうする。あ、もう、あれか、時を変えてくるか。でもそれちょっと早くない、マジか。嬉しいですけどね。オッケー、倍石来てくれた。もう倍石来たから、これもうフレーブ使っちゃおうかな。もうフェイルノートのコンボスキルも2回使えるんで、いや、これもうフレーブ打ちましょう。さあ、これを避け切れますか。さあ、一気に軽く出していく。やっぱ凶悪だな。やっぱフェイルノート強いわ。なるほどね。こういうことだったか、オセロニアは。こういうことですよ、皆さん。まあ、S5 枚4枚使ってるわ、よくよく考えたら。それは強えば。OK、これはもうロックするまでもないですね。次、バイセとフェイルノートでいけるか。よし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 。まあ、それもね、しっかりとカットもしてますし、まあ、食毒のデバフの部分は正々流転されたんですけど、全然 OK なんで、じゃあラストはバイセプラスフェイルノートで飛ばしていく。対戦あざした。まあ引き強かったな。 OKOK、 対戦あざしたといった感じで、今回はこんなところで、ルーレットシーズンマッチ終わりたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価の方も、ぜひぜひよろしくお願いします。こんなデッキも使ってくださいっていうのがありました。まだまだ、募集しているんで、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは今回はこの辺りで失礼します。ではでは。